ハイン・リヒ一世は、ブラウンシュバイク・リューネブルク公の一人で、リューネブルク公、ボルフェンビュッテル公、カンダイと呼ばれた。リューネブルク公、ボルフェンビュッテル公、マグヌス二世と、ヒカタリーナ・フォン・アンハルト・ベルンブルクの間の4、男として生まれた。ボルフェンビュッテル公、フリードリヒ一世、リューネブルク公、ベルンハルト一世の弟、 リューネブルク継承戦争以降リューネブルクを治めていたザクセン戦帝公ベンツェルが1388年に死去し慈恵ベルンハルト一世と共にリューネブルク公となったローマ王ベンツェルの対立王に選出された長兄のボルフェンビュッテル公フリードリヒ一世が1400年に暗殺されるとハインリヒ一世は慈恵ベルンハルト一世と共にボルフェンビュッテル公領を相続し 殺害者たちに対する攻撃を開始した。彼は暗殺を仕掛けたと疑われるマインツ大司教の治めるアイクスフェルトの町を荒らし回った。1405年になって、ようやくブラウンシュバイク・リューネーブルクの諸公とマインツ大司教との和解が成立した。1404年、ハインリヒ一世はリッペハク・ベルンハルトという貴族に誘拐され、身の白金を支払って解放された。 その後、ハイン・リヒ一世は、ローマ王、ループレヒトの支援を受けて、リッペ・ハクに報復をしている。また、姉の夫であるシャウエンブルク家の、ホルシュタインイコール・レンズブルク博シュレースビヒ公、ゲルハルト六世が死に、デンマーク・ノルウェース・ウェーデンン・マルグレーテ一世が、その医療のシュレースビヒを支配下に収めようとしたとき、ハイン・リヒ一世は、ネイヤーをいたちのために、シュレースビヒを防衛している。 1409年に時系ベルンハルト1世と領土を交換。ハインリヒ1世はリューネブルク公領を単独で領有し、引き換えにボルフェンビュッテルはベルンハルト1世が単独で領有した。1416年の死後、リューネブルクは二人の息子ビルヘルム1世とハインリヒ2世が相続したが、1428年に再度ベルンハルト1世と領土が交換され、 ベルンハルト一世は、リューネブルクを、ビルヘルム一世とハインリヒ二世は、ボルフェンビュッテルを領有することになった。1388年、ポンメルン公バルティスラフ6世の娘ゾフィーと最初の結婚をし、マニ一男一女を設けた。1409年、ヘッセン紅白ヘルマン二世の娘マルガレーテと再婚し、息子を一人設けた。ありがとうございます。